こんにちは、イナッキーです。今回はクリアキンサイドキックスプラス Bluetooth スピーカーをご紹介します。ありそうでなかった携帯できるバイク用小型スピーカーです。車体に取り付けられるだけではなく、カップホルダーにもすっぽり入ります。そして操作も簡単、手軽に使えるスピーカーです。さらに完全防水なので雨が降っても安心。ぜひ持っておきたいグッズですね。では実際に開けてみたいと思います。はい、まず出てきたのがこちらのマニュアルですね。実際にこう開いてみると、アメリカの製品なのでもちろんそうですけど、英語のマニュアルになります。使い方はシンプルなので、そんな気にする必要ないですね。はい、次にこちら本体ですね。はい、こちらがスピーカー本体、そして充電用の USB ケーブルです。でちなみにこちら2時間半の充電で約4時間音楽の再生ができます。では早速使い方をご説明しましょう。じゃあこちら本体の裏側ですね、裏側についているこの蓋、こちらをめくっていただくと、こういった差し込み口があります。はい、でこのまず右手側ですね、こちらが USB の充電ケーブルを差し込む穴になっています。差し込み口ですね。その隣が USB メモリに保存した音楽を聴くことができるので、ここには USB メモリを差し込みます。はい、でその隣ですね、こちらが外部接続端子を取り付けすることができます。またハンズフリー電話機能もついています。では実際にスピーカーを車両に取り付けてみましょう。スピーカーの裏には4分の1の20の、ボルト用の穴があるので取り付けも簡単です。僕の場合はこのラムマウントに実際取り付けてみたいと思います。たったのこれだけ。はい、こちらで完成です。では実際に使ってみたいと思います。こちらの電源ボタンを長押しすると電源が入ります。パワーオン Bluetooth モード。でこちらの電源ボタンを押すたびにモードが切り替わります。 Bluetooth モード、 FM ラジオモード。はい、こちらが FM ラジオのモードになります。こちらは FM ラジオはアメリカの周波数に合わせているので日本で聞くことはできないです。でこちらをもう一度押すと Bluetooth モード、 Bluetooth モードに切り替わります。では実際に携帯と Bluetooth 接続してみたいと思います。 Device pairedはい、接続完了です。では実際に音楽をかけてみましょう。こちらのプラスボタンを押すと長押しすると音量が上がります。すごい迫力です。でこちらのマイナスボタンを長押しすると音量が下がります。長押しではなく1回押すと次の曲にかかります。で次にこのマイナスボタンを押すと次の曲ではなく前の曲に戻ります。こちらの三角のボタンを押すと音が一度消えます。こちら停電になりました。でこちらの再生ボタンもう一度押すと停止から再生に変わります。このスピーカーのいいところは音質、この大きさからでは想像できないほどのド迫力サウンドが鳴らせます。操作はこれだけ。クリアキンサイドキックス
プラス Bluetooth スピーカーはパイバレーで絶賛発売中です。お問い合わせ、ご注文はこちらまでどうぞ。イナッキーでした。